マーリンの誕生は、ジャコビアン時代の擬曲で、ショーディッチのカーテンザで1622年に、初演された。内容は、田舎娘から、大人の姿で生まれたマーリンを喜劇的に描いたもので、ウーゼル・ペンドラゴン、ボルティゲルン、アンブロシウス・アウレリアヌスといった、アーサー王物語の人物たちが登場する。マーリンの誕生が最初に出版されたのは1662年の、 4折版で出版したのは書籍賞フランシス・カークマンとヘンリー・マーシュ印刷はトマス・ジョンソン作者はウィリアム・シェイクスピアとウィリアム・ローリーとされていた17世紀にシェイクスピアの合作作品として出版されたものはマーリンの誕生と二人の貴公子の2作である多くの研究者は作者をシェイクスピアとすることに反対しておりこの劇は ローリーがおそらく別の作家と合作したものだろうと見ている。マーリンの誕生は現代でも時折再演されることがある。マーリンの誕生はボーモントフレッチャーの聖典に含まれるキューピッズ・リベンジと関連がある。行方不明の姫、統治者とその後継者が同じ女性に恋するなど広範囲にわたってプロットが似ていて共通の財源を持っているのかもしれない。 それは、両方の劇に出てくる、特定の行、節から裏付けることもでき得る。例えば、ワイルド、ファイヤーブリムストーンイート G と、ワイルド、ファイヤーブリムストーンテイク G がそうである。他にも、マーリンの第2幕、第2場35から39行、72から81行、第3幕第6場83から84行と、キューピッドの 1> 第1幕第5場5から11行、第4幕第1場2から7行、第5幕第2場44から48行が、それぞれ共通の節を持っている。この共有性を最初に見つけた、評論家たちは、マーリンの誕生は、ボーモントフレッチャーだと主張した。しかし、この説は研究者、評論家の同意を得られていない。共有する部分がある以外、 ボーモントフレッチャーが書いたという証拠は何もないからである。当時の戯曲には同じ財源から借りてきたと見られる共通の節が見つかることが時々ある。例えば、シェイクスピアのアントニーとクレオパトラにはトマス・ノースによるプルタルコス対比列伝の英訳から借りてきた一節が出てくる。創作年代については両作品とも不確かだがキューピーズ・リベンジが 先で、マーリンの作者あるいは作者たちが、ボーモントフレッチャーの影響を受けたように見える。マーリン・ウーゼル・ペンドラゴン、マーリンの誕生は、当時の議曲では、一般的な三つの筋を持っている。第一の筋は、本筋の王族たちの話で、国政及び国家の繁栄について懸念する。第二の筋は貴族たちの話で、 私的な価値と実現可能性について懸念する。第三の筋は、悲劇的な湧き筋で、庶民たちの関心は、世俗的な事柄である。貴族、ドノベルトには二人の娘がいる。コンスタンティアには、カドールが、モデスティアにはエドウィンがそれぞれ求婚している。モデスティアの話は、欲望と神のお召しの葛藤である。ブリテンは、サクソン人の侵略を撃退した。 勝利の喜びでは帰っているが、王の弟ウルゼル・ペンドラゴンは、行方不明になっている。サクソン人の王女アルテシアが平和交渉のため、使者たちを引き連れて、ブリテン王、アウレリウスの王宮に到着する。アウレリウス王は、アルテシアに一目惚れし、停心の反対や忍者、アンセルムの批判を押し切って、和平に応じる。七種の同家と妊娠中の妹ジョネ・ゴーツー・ティー 紹介される。道家は、ローリーの劇に繰り返し登場する、太った道家である。ジョネのお腹の子供の父親はミステリアスな異邦人で、二人を、その人物を探して、森の中をさまよっていた。同じ森に、行方不明のウーゼルがいた。ウーゼルは、ある女性に一目惚れし、森を探し回っていたのである。道家は偶然であった。 ウーゼルにジョネのお腹の子の父親になってくれと頼む。ウーゼルは激怒し、二人を朝着する。その悲鳴を、ウーゼルを探していた帝神たちが聞きつけ、ウーゼルを王宮に連れて行く。同家とジョネは、またお腹の父親を探し始める。アウレリウス王は、アルテシアと結婚する。ブリテンの貴族、エドルは怒って、王宮を去る。王宮は、ブリテン人とサクソン人に入り乱れるが、 表向き平穏である。忍者は、サクソン人の魔術師、プロキシマスと力を競い合い、忍者が魔術師に勝利する。そこに、ウーゼルが戻ってきて、探していた女性が、兄弟の妻、ブリテン王妃になっていることに驚く。アウレリウスは、ウーゼルの同様の理由を読み取って、怒りを抑え嫉妬する。道家とジョネは、お腹の子の父親を探して、王宮までやってきた。 滑稽やりとりがあって、ついにお腹の子の父親を見つける。同家はその男が悪魔だと気づく。ジョネは悪魔を追いかける。同家もジョネを追いかける。モデスティアは信仰の道に入ることにする。家族の反対の中でモデスティアが行った弁明は説得力があり、コンスタンティアもモデスティアに続いて求婚者を拒否し、宗教の道に進もうとする。 父親は立腹する一方で、カドールとエドウィンには娘たちを諦めないでくれと訴える。森の洞窟で、悪魔は、ジョネに付き添わせるためにルキナと運命の三女神を召喚し、ジョネはマーリンを出産する。遅れてやってきた道家は、生まれたばかりなのに、大人の姿をした老いの魔術師マーリンと対面する。悪魔は、マーリンの劇的な未来を予言する。王宮では、 サクソン人が反逆を企んでいる。アルテシアは、ウーゼルの横連母とアウレリウスの嫉妬を利用して、兄弟を仲違いさせようとするが、ブリテンの貴族たちによって失敗してしまう。しかし、二つの派閥が生まれ、戦争の準備をしだす。マーリン、ジョネ、同家は、ウェールズに行く。サクソン人と同盟を組むウェールズ王ボーテジャーは、城の建設に苦労していた。 度重なる崩壊から建物を守るには、悪魔から生まれた子供の生贄が必要だった。そこに、マーリンが現れ、ウェールズ人たちは喜んだ。しかし、マーリンは、ボーテジャー王がエドルとブリテン人の手で間もなく、敗北することを予言した。一連の戦争の場面が続き、エドルの勝利が表現される。マーリンが燃える彗星の上で予言するスペクタクルな、場面もある。 第5幕は、複数の筋が目まぐるしく入れ替わり展開する。マーリンは、悪魔の父親を地中に封印し、母親を、悔い改めの人生に導く。ドノベルトは娘たちが孤独で、禁欲的な宗教的生活に身を投じることを、許可する。ブリテン人はアウレリウスを暗殺した、作戦人の裏切り者たちを打ち破る。ウーゼルは、新しいブリテン王となり、 マーリンが補佐する。マーリンの誕生は悪魔、魔法、マスク風のスペクタクルなどタイプの異なる視覚効果で一杯である。明らかに自由奔放、カラフルでテンポの速いエンターテインメントを意図して作られている。ありがとうございます。